はいどうもこんにちは、ピアソンのゆいとのんでーす。今回ですね、5人ランク戦モードがついに日本版に来たのでやっていこうと思います。やっていきましょう。メンバーはこんな感じでやっていこうと思います。はいはい、それではやっていきたいと思います。やっていきましょう。よし、今回はうち視点全部でやっていきたいと思います。やっていきましょう。義士出ますかのね。俺もサバイバーっていうね。そうゆいもハンターじゃなくて占い師をねやってくれてます。そう、いやなんか俺ハンター枠で呼ばれたはずなのになぜかサバイバーをやらされるっていうね。いやなんかもうみんながねハンターしたいしたいって感じだったね。いや確かに確かに。いやもう俺らくらいじゃない、めちゃめちゃ遊んでたの。いや結構ちょいちょいおったかもしれない。あでもね俺もいたわ、ランカーさんでもう全員カーボーイで来たやつとかもいたわ、うん、あやっぱりめっちゃ面白かった。まあ5人ランク戦ならではの遊び方ではあるんかなってい う, そう最初俺もハンターやってたんだけど途中でもみんな交代でやってたよね。そうやね。いやその時のね悲劇の一戦があったのでそちらね後編でお楽しみにしててください。はい、しててください。これも最初からのんが追われた感じか。うん、あでもこれもどこ行ったよみたいな感じのを占い師さんが教えてくれたけん、やっぱ占い師は強いね、4個程の。いや特にこの無常のワープ警戒になるしな、うん、めっちゃ刺されるな。いや確かに白黒かわいそうやね、そう考えると。結構入ってくるタイプですか。うん、ナイスナイスナイス。黒の方がやっぱりあの板は狙いやすいんかな。いや狙いやすい狙いやすい。白だとその殴りながら絶対入れるから 100% 当たるから。なるほど。そう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 、ああいう時は白の方がいいんだけど。まあでもまだねチェンジができんって感じかな。白黒分からんけど。でも確かに、うん、白の射程のがうちはあんまり好きじゃないかも。なんかよく分からんっていうか、まあ、早いし長いし。そうそうそう、確かにそれはあると思う。これで多分ゆいがサポートしてくれたよね、今の占い師さんは。で、うちはこっちまで来たけど、でも、声まで行ったんかな、あれは。あ、そうなんだ、うん、先回りたわけじゃない。そうそうそう、ナイス、諦めさせたんだ。でかなんとかなったかな、これロボも先出ししてるし、うん、いい感じだね。流れはいい感じ、今初手の流れはいい。まあ、無常はね、序盤は結構楽だよね。そうやね、まあ、後半でどう、なんか、もつれ込まないように頑張るかどうか。存在感がね、溜まってほしくないなっていう、まあ、こっちにはね、まだ黒が2匹あるからな。これが強いんよね。いやー占い師強いね、久々にやったけど。うん、でもなんか本当動画で使うのめっちゃ久々だよね。あ、え、そうじゃない。そっか、で動画っていうか俺も占い師自体使うのめっちゃ久々すぎて、単行者出てからもうずっと単行者使ってたから、うん、これねロボいじっとったら飛んできよった。あ事故事故事故だね、まあ、これ結構あるあるだよね。あるあるなんかやっぱり、うん、無常使ってて気づかずに、あ、信用するって気づいた時にも一発食らっちゃうみたいな。あ、でもナイス、きたか、これは多い気がする。本当にね、辛かったね、これね、申し訳なくやられてしまうと。あ、惜しい。あれ、もう一回待てばよかったんかな。もう一回待てばよかった。あー、惜しかった、ね、あれ入れないから、そのタイミングだったら。あ、そうなんや。そう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 、気絶入ったけどダメ。あー、惜しい。惜しかったね、今のね。惜しい惜しい惜しい。その隣のなんかに当たってしまったね、多分。あそこ難しいよね、入り込むの。あ、惜しい。特急と失敗していく。面白い。これで確か俺が行くかみたいな感じの話になったんかな。うん、まあでもこれでも暗号機はめっちゃ進んどったけん、まあ確かに確かに余裕はからまあ通電できないことはまあないでしょう。ないね。で、ユンとこも多分結構割りかけやった記憶があるような。確かに。ただ、袋が2個あるけん、どの道で大丈夫っていう感じだね。でもやっぱ占い師だって思ったのは回復は遅いね、なんか普通のキャラに比べて。え、どういうこと？見る時間が長いから。あー、そっか、20秒ってことよね。そうそうそう、マックスで見ちゃったらその20秒分回復遅くなるから、そしたらもうフェンス並みの回復スピードになるから。あー、確かに。うまいこと見るタイミング考えないと回復は遅くなっちゃうかなって感じ。でもあまりにも見なさすぎると、そうそうそう、結構ね、使えず終わっちゃうからね。終わっちゃうから、やっぱり強いけどやっぱその分難しさはあるかなっていうキャラクターだなって改めて思ったかな。あとナイス黒、こういう黒の方は結構嬉しかったりする。安全に次のポジションもできるからね。ありがとうって感じ。しかもみんな結構ワタワタしとるけん、確かに、もうなんか真剣にやらなさすぎて、黒つけてくれたんだ、ありがとうって感じだよね。通話しとったけど、今つけてみたいな感じの会話一切しなかったね。どの試合でもしなかったね。あー、入り込まれちゃった。惜しかった、読まれちゃったね。で、うちのロモンとこと、ユイのとこかな。確か俺のとこかな。で、おしまいかな。これでもうラストつけれるって感じだったかな。なるほど。いやー、やっぱ病院とかね、そういう、あ、でも結構病院多くなかった。そうだったっけ。いや、そうじゃないか。いや、多かった多かった多かった。俺ハンターやってる時に限ってめっちゃ病院多かった気がする。多かった。うち村ほとんど当たらんかった。村なかったね。遊園地もなかったか。でも結構なんだかんだ勝てた。かなえでもこう遊び始めてからなかなか勝てた気がする。鹿とか使ってたからね。そう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 。いやいや楽しかったね。まあね、ランク戦ほどなんか真剣にはなんかやらなくてもまあいいかなみたいな。まあ確かに確かに、始まったばっかだしな。まあしかもそのなんて言うんだろう、仲間に迷惑かけるっていうのがないけん、みんなのチ
怒らんもないし、でもハンター側は結構頑張んなきゃって感じになるよ。あ、やっぱ一人でやるけんこそ、あー、そうなんや。そう、特にさ、その仲間の状況が通じてくるし、一人脱落とか一人脱出とか、あるあるある。それで脱出だったらすごい気が楽なんだけど、脱落って見たらやべえ、これ頑張んなきゃって感じになる。そっか。そう、しかも脱出、その脱落が早かったら、え、早くねって思ってやべえやべえってめっちゃ焦る。ちょっとあるよね、そのゲームの進行具合でさ、そう早かったよ、遅かったりするよね。そうなんだよな、それ面白いよね。だからさ、なんかハンターもさ、一人早めに脱落できたらサバイバーすごい楽になるじゃん。あ、もう一人脱落させたんだってね、気持ち的に楽になる。一人早く飛ばさないとって気持ちになるから。でもこれが本当にチーム戦だよね、その見えるのもすごいいいなと思う、うちはね、うん、これがあるからさ、なんかその大会とかで緊張しちゃってさ、なんかそのいまいち本番で実力を発揮できない人とかもこれやってたら結構慣れるんじゃないかなと思うけどね。あ、確かに。あ、それはあるね。ほとんどこれ大会形式じゃん。うん、それが本当になんか練習できるからいいなと俺は思うけどね。いや、そういう部分でもこのシステムはすごくね、いいと思う。うん、俺もすごいいいと思う。まあ、ただちょっとその時間がね、時間がね、普通のランク戦6時間プラスね、これ6時間やけ、これ6時間だから全部フルで回そうと思うとね、難しい面はあるけど、うん、それがちょっとネックだけど、こんな感じで勝てるということ、まあ、ナイス、3、2、うん。はい、それではね、うちのハンターをよかったら見てってください。いやー、なんか盛大にやらかしたということを聞いたけど、いやー、うち雲の境界はもう覚醒するんじゃないかなと思って、確かに雲使えばな、うん、言ったんやけど、勝てる説はあるけど、普通にもう相手の方はランカーさんとかが多くて強かったし、まあね、あのコブラの、あー、しかも傭兵か、やらかしをね、よかったら見てくださいそうだよね。いや、まさかのね、ノンがハンター来るとは誰も思ってないだろうね全然分かってないと思う、みんな誰みたいな感じ。うちよく分かってないけ、ハンターのそのどこを探せばいいかとかも、耳鳴りをしてるからとりあえず探してるけど、あれ意外といねえなみたいな感じか、でこれで、ね、瞬間移動がもうたまるからもういいやって感じか。そう、これどこ探す、こうみんなとったら、いや、まずそもそもこっち行かないかな、今向かってる暗号機に直行したかな、あのスポーン位置だったら、 それか北側のゲート、そっか、かな、もうやらかしちゃうね。で、ここ行ってもおったんよ、おったおった、そうそう、おったんよ。で、ここね、もう頑張るしかない。そうだな、で、頑張っとる、で、1段階、2段階、やりてもいいよ。あー、すごい、これは辛い。よくちゃんと壊してるよね、板も、最初に通知来てたけどね、壊してる通知。あ、そうなんや、それも見てなかった知らんかった、なんだ。で、ここは間に合うね、これは。ナイス、いいね、いいね、これはいいよね、硬直も消えたし、そう、1段階の雲糸でもね、それ全然間に合っちゃうから、それは全然、あ、これは間に合わんな、これが、炭鉱さんもね、やらしいところなんよね、あ、でも捕まりそうだね、これ、こういうところでやつはね、いけ、ここで、ナイス、あ、よく見た、よく見た、結構早いよね、うん、まあ、最初お散歩したけど、その分の雲糸を使って追い詰めたし、でももう終わっちゃったんよ、あら、まあ、結局3体分か結局終わっちゃった、まあまあまあ、全然まだ勝てる段階ではあるかな、頑張れば、4割9分されちゃうとちょっと、引き分けコースになるかなって感じだけど、あ、やっぱそうなんや、うん、引き分け負けも全然、いや、もうこれを恐怖狙うしかないと思って、え、もうもうこの段階で恐怖狙ってたか、うん、早いな、あ、でも全然耳鳴りしないな、ね、そう、じゃけんちょっとちらほら見ようやけど、なるほど、あ、来てくれるだって、まあまあ外すよ、外すまあ外す、でもここで恐怖じゃ決めるってもう決めたんや、誓ったんや、うん、で、うちは呼んでいけるか、あ、うまい、うまいけど傭兵でしかもこれよし、まあ仕方ないな、これ傭兵の趣味だからな、そう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 、これ今の板どこに行ったの、糸は多分傭兵に当たった、あ、いや、当たってもないかもしれない、なんか分かんない、見えなかった今、こっからまた打ちされるんよね、結局、なるほどな、磁石あるし、境界の墓やし、墓か、え、でも墓でも、まあ雲糸60、ね、60あれば、あ、でもここに貼ったら無理だ、あ、そうなんや、ここに貼ったら無理だ、え、あるの、どうするの、ある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 、そこ貼っちゃダメとかあるの、うん、まあ、とりあえずその雲を、ね、意識するの、とりあえず3段階の加速を常にキープできるような糸張りをして、この別のポジションに行かれないようにしなきゃいけない、今の、うん、のが今1段階加速しかキープできてなかったから、先に貼った2本の糸をキープして3段階でやってたら、うん、今の一撃殴れてたらしいです、今の、いや、惜しい、今のもね、うん、右にあった糸をちょんと触ってたら、うん、2段階加速キープでワンチャン殴れたかも、そうなんや、今厳しかったかもしれんけど、あ、でもまあまあまあ殴れた、こっからもう悲劇の始まり、悲劇の始まり、ここからまあでもここから、まあ、引き分けワンチャンあるかなって感じ、そう、うちはもう引き分けでもいいかなと思っとったんよ、うん、で、ちなみにこの頃一歩サバイバーチームクソボコられてました脱落しました来たね、通知がね
あのそうノンがハンターだから俺たちが頑張らないとって感じで言ってたんだけど、あの無事ボコられてましたやべこれどうしようみたいな話してた。うちも頑張るわとかこの時言ってて、あれ助けられて、いやでもうちは分からんかった、うん、これまさか助けられて気づいてない、気づいてない、キャンプ中からもしかしていやこれが新鮮です、エアーキャンプですかなるほどな、でまだ気づいてない、気づいてた、あ気づいた気づいたやばすぎる、やばやばい、本当にやばい、何を言ったかって言ったら、あこれ多分ゴタップだね、ゴタップだね、上のサバイバーのとこ見よったんや、はい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 、で、え、おらんみたいな、あどこ行ったやろみたいなひどいひどい、本当にひどすぎる、これは、あ今のは生判定当たらず、あー、通電、あー、早いね、まあ、今の通電の仕方は、まあ、VC ならではの通電の仕方ね、割れ窓と同時に通電、うん、正しいね、それが、なるほどなるほど、瞬間の溜まっちゃった、いろいろするけん、いやー、惜しい、これはもうね、無理だってなっていやいや、面白すぎるでしょ初めて見たな、エアーキャンプ、エアーキャンプうち8対2モードのハンターとかやったらもうめっちゃね勝つんやけど、あさ遊びやけんね、みんなもありやけんやけど、まあまあね、確かに、いやもう思い知った、いかにハンターが下かということがね、まあうん、思い知りました、普段やらなかったら仕方ないと思うわ、そうでここでね一人やれたんよ、うんうん、でもやったところでないよねこれも、まあそうだよな、あれこれ掴んで、掴んだんだ、そうでもうちはもう一人とりあえず捕まえるかってことで、うん、3人逃げるかもしれんしっていう、確かに今のところ1名脱落してしかね来てないよね、そう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 、まあ結果は俺たちも3釣りされましたけどいやまあ慣れない人がハンターやるとこうなるということで、こうなるということで、いや5人ランク戦モードまた来週楽しみですね、はい、今日もご視聴ありがとうございました、バイバーイ、今日もご視聴ありがとうございました、よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします、あとツイッターもやっているのでよかったらフォローしてください、それでは次の動画で、バイバーイ。